はい、皆さんこんにちは、ワンダルクルビージです。では今回は信長の野望大使パープキット加藤清正編続きをプレイしていきたいと思います。早速イベント始まってますので、関ヶ原の合戦の続き見ていきたいと思います。こちらは家康と、次男である秀忠ですね。まあ、皆さん知っての通り、家康は東海道、そして秀忠は重臣を引き連れて中山道を進むというね、別ルートで動いていったわけなんですけども、まあ、その中山道の途中にある上田城で真田の足止めを受けて関ヶ原の本戦に間に合わなかったということがありましたよね。今回はそのイベントだと思います。真田とそして徳川どちらにつくかという、まあ二者択一なんですが、ここは不参戦を決め込みます。そして上田合戦の内容に移ります。さては外交の方針ですね。前回お話しした通りですね、大国、中国の毛利、まあ、こことは、まあ、仲良くしましょうと。また、強兵揃いの南の薩摩、島津、こことも仲良くしましょうという段取りにしています。一方で、畿内の方は、このままだと徳川勢が力を増すばかりなので、まあ、一刻も早くやっぱり、畿内方面にね、進軍できるルートを確保したいというのもあるので、そういう意味ではですね、まあ、仲が悪いと言われていた小西ですね。小西行長とは一旦、和睦という形で、親善を行ってですね、長宗我部を打って、一気に畿内、大阪、この辺りを目指せるルートを確立していきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。加藤家とは手切れ、まあ、つまり家康とは、同盟関係が解消されてしまいましたね。では、秋月家はここで滅ぼしておきます。まあ、特に注意することはないかなと思います。まあ、時間を優先して強行します。28日、まあ、約1ヶ月というところですね。そして関ヶ原の本戦ですかね。慶長五年9月15日、天下は東西に割れた。石田三成率いる西軍、徳川家康率いる東軍、合わせて20万とも言われる大軍勢が対峙する大戦。東軍井伊直政が先鋒部隊に先んじて攻撃を仕掛けたことで、その戦いの火蓋は切られた。老練な徳川家康の謀略がこの関ヶ原の地に霧となり立ち込める中、己の命を燃やして戦う西軍の強者たちの姿があった。豊臣の天下をさらわんとする者どもよ、王家副将の武味わわせてくれよう。太閤より州の一時を拝領した宇喜多秀家は、西軍の柱として東軍屈指の実力者福島正則を相手取り、後世に
双方の騎士が 2,3 度退いたと評される一進一退の激戦を繰り広げた。しかし1万 5,000 の大軍勢を率いる西軍小早川秀明が徳川家康隊の威嚇射撃に促されて裏切りを決意。戦況は、まあ、これはいわゆる砦鉄砲と言われるやつですね。まあ、あくまでもこれはまあ、作り話というのが今では通説になっているようです。逆境の中、大谷義継の瞳には光が宿っていた。それは勝ちを見据えた栄光のきらめきではなく、生涯を共にした石田三成との曇りなき絆の輝き。大谷義継はかの豊臣秀吉に100万の軍を指揮させたいと言わしめた采配を振るい、後に比類なき様子に候と語られる死闘を演じた。この戦、我が命をかけろに不足なし。生きて敗れることこそ恐れよ。死しても己の名を刻まん。劣勢をものともせず、石田三成対先鋒として左近はわずかな手勢を率いて自ら戦線に飛び込み、東軍黒田長政や田中義政に突撃。死を恐れず鬼神のごとく突撃を繰り返す姿は後に鬼左近と恐れられ、その奮闘が語り継がれる。こうして西軍は奮戦を重ねたが、東軍の勢いを殺すには至らず敗北を喫する。しかし第一、大満、大吉の旗印を掲げ、皆で力を合わせて豊臣家を守ろうとした三成の志が、西軍で死力を尽くした武将たちのみならず、心変わりをした者、不戦を貫いた者たちをも突き動かしていたならば、東軍勝利を描く後世のあらゆる史書が大きく書き換わることになったであろう。はい、関ヶ原合戦は東軍家康の勝利という形で石田家は滅亡です。小西行長も、まあ、斬首されてますからね。大名が代替わりという形になっています。同じく大谷義継も代替わりになっていますね。この辺りも即刻取り潰しになっているはずなんですけども、ゲーム上ではね、まだ存続はしている状態なので、ここから家康のね、独断を何とか阻止を秀頼公を守る、まあ、そういうね、プレイコンセプトで加藤清正進めていきましょう。毛利と細川ですね。ここは徳川側がもちろん細川につくということもあって、まあ、いわゆるこれ、関ヶ原合戦第2回戦とも言える、まあ、そういう様相になってきましたね。まずですね、毛利側なんですけども、ここには、吉川、立花、宇喜多、小早川、そして豊臣と。一方、徳川側には細川、黒田、東堂と。いうところですね。これはですね、もちろん毛利側について黒田、ここを最初に狙う相手と見定めていきましょう。毛利側につきます。助立いたす、勝ちよ。そして秋月を滅ぼしています。まあ、島津とはこの後しばらく仲良くしましょう。全員登用します。統率74、内田はまあそこそこ使えそうですね。武将の数はまあ、一人でも欲しいところなので。では現在の加藤清正ですけども、4つの城を保持するという状態になりましたね。これで少しは存在感が出せるのかなというところになると思います。まあ、黒田、こことは敵対関係になると思うので、当面の間はね、その黒田を倒すというところで、やっていきたいかなと思いますね。さて、毛利ですが、
東堂と一戦交えるようですね。まあ、ここは、毛利につきましょう。まあ、東堂も、倒しておいて、いいかなという相手ですね。特に、四国を通って、機内、大阪に向かうルートを確保したいという中では、まあ、東堂は倒しておいて、四国で、ルートを確保する意味でも大きいかなと思います。立花と、鍋島、ここは立花につきましょう。助立つ、まあ、立花も強いですからね。皆の力、合わせよう。鎮西一の軍法を使ってきましたね。鎮西っていうのは九州のことですね。先月の収支です。これよりちょっとお金がなくて心配な状況にはなってきてます。では続いて合戦を行っていきましょう。まずは家康にね、まあ対抗できるとまではいかなくても、ある程度単独でも戦える力が欲しいので、さらに勢力を拡大します。今回は有馬県に対して侵略戦争を仕掛けていきましょう。我が部、その身で知るがよい。この後はもうね、九州に関しては北へ北へ、そして四国に向けても出兵の準備を行っていくというのをやっていきます。さあでは早速軍勢を整えて出撃していきましょう。では総力戦になります。総兵力5200で出陣です。野戦になりますね。使いの者が来たようです。立花から交渉の申し出が来ています。通商協定、まあこれはもちろん承諾しましょう。では合戦ですね。まあこちらが有利という情勢のようですけども、せっかくなんで指揮しましょう。有馬張信軍兵数3000、一方清正軍は5000ということで、軍勢の数でも有利に立ってますね。あとは清正自身がね、圧倒的に強いですからね。では作戦からです。作戦はまあ本陣切り込みでいいでしょう。であとはいくつかですね、軍施設あるいは罠設置しておきます。罠をこちら側に設置しておいて、で、その間にどうでしょう。敵、左翼。まあ、こちらで言うと右翼部隊ですね。それで決戦を挑んでいくという戦いがいいかなと思います。清正は一応後ろに控えましょう。まあ、万々が一ということもありますからね。ではこのような布陣でいきます。作戦としてはまずは敵の左翼、まあ、味方でいうと右翼部隊が敵に突入していって撃破、敵の右翼部隊はこの前尾で足止めをすると、まあ、そういう作戦です。我に続け。早速ぶつかっていきましょう。前火をこんなところに設置してたか。やるな。やりたい。前へ。敵の居所知れましたな。ゲチを始めるぞ。やりたい。おい。ここは我慢します。とにかく今は我慢。始めるぜ。やりたい。おい。ゲチを始めるぞ。さあまずは敵の一部隊壊滅させてますね。さあ前火を食らわせてる間にこちらも敵の右翼に備えましょう。覚悟しろ。ゲチ、ゲチ、覚悟しろ。ゲチ、さあ敵のどうでしょうね、左翼部隊を撃破したらこちらは
残っている敵部隊の方へと全軍突撃の体制を取っていきます。さあ清正も突撃していきます。敵本陣に対してね、一気に攻撃を仕掛けていきましょう。これで敵部隊壊滅させています。このまま有馬の城を落として回りましょうか。このようなところで日の江城を落としましたので、有馬のもう一つの城ですね、最後の拠点は大森城、大村城ですね、大村城に攻めかかりましょう。ここも取れれば、まあ、あの清正のね領地さらに広がるということで、だいぶ強くなれるかなと思います。21日間の強行である程度力攻めで決死にかかりましょう。小西から交渉の使者来てますね。まあ、犬猿の仲と言われた、小西との間ですけども、徳川を倒す、豊臣を守るために手を組みましょう。これで、有馬家も、滅ぼしました。全員投与します。だいぶ武将の数増えますね。これは嬉しいな。では、ここで一旦ですね、各地の様子確認しておきましょう。まず九州なんですけども、ご覧のように清正がですね、初め二つしか城持ってなかったところから、一気にですね、六つ拠点を確保するということで、だいぶ地盤を確保しています。小西、島津とは手を組んで、まあ、戦はしない。立花とも仲良くしようという流れですね。で、毛利と徳川が、まあ、再び、戦おうという中においてはですね、毛利側につくということで、小早川なんかとも仲良くしていきます。この後はですね、四国を目指して、戦略を練り直していこうという流れですね。その後は徳川がご覧のようにずらっと、旧、石田が支配していた、三成が支配していたようなところ、大部分を、まあ、もう確保済みという状況なので、まあ、なんとかね、家康の台頭をこれ以上させないぞという、戦い方をしていきたいかなと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、四国へ進出というところを進めていければいいかなと思います。